ともくんチャンネルです。はい、今回もこの青島さんのキットのね、極みシリーズの Y31 のシーマの当時バージョンですね、はい、を制作してますが、箱ではこういう系のね、クリーム系のシーマの方ですね。エアロとかはね、まあ僕作ってるやつと一緒なんですが、色ですね、色の方が僕はオリジナルで、してます。はい、で、今回はボディの方はちょこっとヘッドライトですね、ヘッドライトとグリルとで、ボンネットのこれはマスコットかな、まあエンブレムみたいなやつですね、とバンパーのハザードとかフォグランプの方はつけてみました。はい、でまあホイールとかはね、前回紹介したのと一緒ですね。運転席側がザウバーディッシュで、助手席側が BBS のホイールを今回も履かせてます。はい、でリアのテールのところはまだ色分けはしてないので、中のねテールの中のまあ、シルバーの方ですね。はい、これはガンダムマーカーのメッキシルバーで塗ってますが、でヘッドライトの方の中っていうのは、まあ、ホログラムみたいな感じの、まあ、100均でも売ってるね、まあいろんな色に変わるシールですねを貼ってます。はい、で今回ちょっとね、内装の方の色分けとか部品とかをつけて、やってみました。はい、一応こんな感じですね。この木目調の色も僕がちょっと作った色になってます。はい、でところどころ黒い部分とかっていうのはガンダムブラックとかね、ガンメタとかですね。はい、この エアコンとかステレオですね、はい、カーステのスイッチ類のところはガンメタにして、でエアコンの吹き出し口とかちょこっとしたところっていうのはガンダムブラックでしてます。はい、で、この木目調の色っていうのはまあブラウンとクリアレッドとで単色を混ぜてます。はい、ちょっとね、ブラウンの方がちょっときついかなとは思うんですけど、こんな感じの色になってます。はい、でね、もうシートもつけたり、ダッシュボードの方もこれつけてやってます。でメーターもね、一応2種類ありました。普通のタコメーターと、デジパネの方とあったんですけど、デジパネの方をつけてます。はい、で、この足マットっていうのはまたね、いらない使わない紙やすり
で、まあ、ちょっとね、合わせて切って貼ってます。まあ、これもちょっとね、外したりまた違う色でつけたりできるように、両面テープですねで貼ってます。はい。でこの色はこの足マットの色っていうのは、これですね、この GX メタルイエローグリーンっていうやつですね。はい、これを塗ってます。はい。でまた次回ね、まあ内割りもこんな感じでね色分けはしてます。はい。で、次回はこの内張りをつけて、で内装をシャーシのとこにつけて、で、ね、ここに、まあ、テールのクリアパーツありますが、それも色分けしたり、ここにちょっと今載せてないんですけど、ガラスの方、ガラス面の方ですね、もう色分けして、ボディにつけます。はい。であとはデカールですね。はい。このデカールを説明書通り貼っていきます。でこの黒いねラインの方は、モールのとこですね。ボディのこのバンパーとかのモールのとこですねにつけるやつなんですが、これ黒っぽいように見えます。はい。で、こっちですね。はい。シルバー系に、シルバーかまあグレーとかですねに見えるんで、まあちょっと考えます。はい。このグレーかまあシルバーかにするか、こちらのねデカールについてるこの黒いラインの方にするかちょっと考えます。はい。で、出来上がり、まあ完成の時はこのザウバーディッシュですねを履かせて紹介します。はい。まあボディの方もね、一応このガラス面っていうかの枠ですねのとこも色分けしたり、まあところどころね細かいところ色分けしたりしますので、次回では完成はできないと思います。はい。あと2回3回ぐらいですね、まあ予定は未定なんで、どうなるかちょっとわからないですけど、早くなるかね、完成が早くなるか遅くなるかちょっとわからないですけど、まああと 2,3 回と思ってもらったらいいと思います。はい。で、一応ね、まだボディの方は軽く磨いてないし、クリアも拭いてないので、であとね、このボンネットとかトランクの方とかの墨入れもちょっとしてみたいと思いますんで、はい、まだね、制作の方は続きます。はい。まあまた次回ねこれをして、紹介してみますんで、よかったらまた見てください。はい。でまあ次回は、この内装の方部品をね、シャーシのところにつけて、で、テールの方も色分けしてつけて、でボディの方も細かいところですね、を色分けして、やっていきますんで、
はい、まあ、そんな感じで、紹介してみたいと思います。はい、それでは今回はね、こんな感じで紹介を終わらせてもらいます。次回の動画もお楽しみにしていてくださいね。はい、お疲れ様でした。ともくんチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンをよろしくお願いします。それでは、バイバーイ。